オリックスバファローズ優勝おめでとうございます。どうもメリッサです。今回は村山実選手を使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。 OB 第1弾でまさかの初登場となった村山選手なんですが、めちゃくちゃ面白い球種で登場してですね、下手したらね阪神純正のエースとなりうる存在になると思ってますので、しっかりと育成してきてまいりました。いやそんぐらい魅力的な球種してるんですよね。その魅力的な球種といいますのが、ストレート、フォークとスプリット、たったの3球種でございます。フォークとスプリットの変化量がこんな感じなんですが、僕はねただ単純にフォークボールの変化量マックスがかなり強いと思ってます。そこに変化量の差があって回転が似てるスプリットが加わることによって、純正の中ではねかなり重宝する球種になってるんじゃないかなと思っております。さらに特殊能力にタイピンチ持ってるんですよ。タイピンチが発動した場面ではこんぐらいの変化量になるんですが、いやもうめちゃくちゃ強いマジでまあ下方向だけで言うとね、則本選手と千賀選手を混ぜたみたいな感じになってるんで、ちょっとねこれは使っていくの楽しみですね。ってことでね、まだまだ話したいことがたくさんあるんで、ランク戦の方でね実際試しながらやっていきたいと思います。それでは1試合目どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。村山実選手初使用なんでどんぐらいフォークボールが落ちるのか楽しみなんですが、まあ千賀さんと大魔神とまあ同じ変化量ですよね。はい、めちゃくちゃ落ちる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 。いやここに決められるとね、なかなか打つの簡単じゃないと思うんですよ。捉えてもねセンターフライだったり、そうこれをねもう永遠とここに投げてあげる、うんここら辺にスプリットフォーク、フォークスプリット、フォークスプリット、フォークスプリット投げてあげることによって、こうやってね見逃し三振を取ることができると。フォークボール変化量マックスってやっぱ印象残るじゃないですか、うん、こんな感じで。いやマジでこういいとこしかいかないやん。そう村山選手ね制球が82もあるんで、 OK ナイスボール、思った通りのとこに投げられるっていうのも強みなんですよね。あ、やばい、やばい、あー危ねー、声ガラガラだな。あー、うん、うん、あー、あー、あー、OK ナイスピッチ入るっしょ。あーいいとこ、いやマジでいいとこしかいかない。あのねインコース行ってもいいんですけど、外角がやっぱ打ちにくいと思うんですよ。正隆選手広角打法持ってないですし、フォークボール十分意識させたとこでスプリット、この配球がマジで強いと思う。 OK ナイスピッチング。割とねフォークボール8割スプリット2割とかでもね抑えられると思うんですよ。うん、結構ね千賀選手もフォークボール中心の配球されると結構嫌なんで、うん、ちょっと口ではねなかなか言い終わらせない、言い表せない嫌なす、あーもう取れないか今の。まあ今多分定位置なら取れてたんですけど、 OK ナイスピッチング。いやマジで強くないか。そうですね、先ほど申し上げた通りやっぱりフォークボール中心で配球するのが一番いいんじゃないかなと思っております。結構僕もね千賀選手のフォーク攻めにやられたりするんですよ。まあフォーク攻め、フォークだけじゃないけどフォークの後の、ツーシームだったり、そういう球種をね続けられるとね、やっぱりね打ちにくいものがあるんですよね。いや阪神純正の方はね特に必須だと思うわ。 OK 落合選手、やはりか。阪神純正って言うて強いピッチャー少ないんですよね。やっぱり阪神純正の先発ピッチャーというと苦しいところがあるんで。OK 吉野部選手、おーナイスバッティング。パッと考えただけでも藤波選手や、あとまあメッセンジャー選手ぐらいしか思い浮かばないんでね、藤波選手と藤川選手がいるだけまあマシではあるんですけど、それ以外を考えてしまうとやっぱ層を厚くするために阪神純正の人は村山選手はね絶対獲得すべきかなと思っております。さあ2イニング目ですね、フォーク中心に配球していきたいと思います。もう愛も変わらずフォーク攻めよ、うんまあ、あーね、いやーボール球投げたかったな今、ちょっとミスったわ。相手広角発動してたんで、あえてインコース側から行ったんですけど、ちょっと裏目に出たね。うん。ちょっと制球マジでいいな。ちょっとね、使ってる俺が分かってるだけかもしんないけど、制球がマジでいい。村山選手これ3ステって化け物なんでね。86、82、86。うん、この高ステータスはね、やっぱりね、OB の選手ならではなんじゃないかなと思います。あさあ、フォークボール行け。あー、まあさすがにね、うん、これ見せ玉。いや、むしろね、ここら辺からフォークボール投げる見せ球はマジで強いと思います。うん、いや結構ね意味ない球に見えてモサ使うんすよ。特にねピッチング上手いモサは。オッケー、あー広角打法出ちゃってるのがちょっとねピッチングの手元を狂わせるんだけど、勝負のスプリット、あーファール。いやーちょっと男のボール球背景言っていいっすか。うん魂のボール球フルっしょこれ。オッケー、いやーファールか。いやめっちゃ粘るやん宮崎選手。さあ外フォーク、ナイスピッチだけどいいとこ行く。あーもうめっちゃ粘るやん、なんか目が怖く感じてくるわ。さあスプリットいけ、
オッケー勝ち上げる。いや村山選手ランク戦だとめっちゃ強い気がするわ。いやまあ超高速でも強いか。まあ絶対に阪神純正の人はね取んなきゃダメだねこれね。ね、うん、オッケーナイスピッチング、あナイスキャッチング。まあ下方向だけで見れば強化版則本選手みたいな感じだからね。うん、てか大瓶の場面になんないねまず。大瓶はねこんな感じの変化量になるはずなんですけど、その場面にならない。うん、てかめっちゃコントロールいい、マジでコントロールいい。これ12球団でも本当に使おうかな。オッケーナイスピッチング。とりあえず1試合目は完封ですね。2試合目入りたいと思います。この試合でねちょっとタイピンチが見れることを願いながら配球していくんですが、強すぎてタイピン見れない可能性もありますね。いや狙い撃ちガチャでね A ランクの村山さん狙いに行きたいところなんですけど、まあ、ランキングでね山内さんを獲得予定なんですよ。山内さんも超3までしか行かないので、結構ガチャ引くってなるとね、オッケーナイスキャッチャーフライ、ガチャ引くとなると結構エナジーかかっちゃうんじゃないかなと予想してるんですよね。まあ A ランクの確率 20% なんで、いやでも将来的に阪神純正もやりたいんだよな。てか村山さんマジで強くない、まあ、相手の方がね初見っていうのもでかいと思うんですけど、にしても抑えられる。あー待って高いかそれは。あオッケーナイス、正面行ってく。ちょマジでタイピン出んやん、うん。マジでタイピン出ない。でスプリットオッケー勝ち上げてく。いやこれね第1球種がフォークで第2球種がスプリットっていうのもいいんすよね。もしフォークボールとスプリット第1球種第2球種逆だったら、リアタイではねあんま使われないと思いますし、うわうわナイスプレー。まあでも変化量マックスある時点でまあ弱くはないかな。うん弱くはないと思う。あー待ってブーマーホームラン出ないか。とにかくインローやアウトローにフォークボールのビタビタを決めてあげれば結構脅威なピッチングするんじゃないかなと思います。落ちる、オーケーナイスバッティング。オリックス純正でランク戦やりたいなぁとも思ってるんで、まあ、ゴールド代はちょっとオリックスでやろうかな。うん、ブーマーも加入したことだしね。まあ、そう考えると OB 第一なんで、くっそ強化できたね。いや、ロッテ純正とか阪神純正とか組んでみたいなぁ。いやぁ、やばい。一点も取れない。ちょ、バッティングひどいね。これ、相手よく見たら巨人純正か。ああ、巨人純正ね。オッケー、ファーストゴロー。いや、強い、マジで。で、タイピンの場面、ガチで出やんかもしんない。あ、ファール。フォークボールとスプリットの変化量が、もう5ぐらい違う。ボール5個分ぐらい違うんで、そこも結構やっぱね、強いポイントっすね。うん。オッケー、ナイスボール。いや、今のフォークボールね、マジで強いんすよ。なんつうの、ここら辺に落ちるフォークボール。うん。さあ、あえて、ボール球のフォーク。スプリット待ってると思うんだよな。オッケー、いやー、ファールか。オッケー勝ち上げる。キャッチャー。オッケー、いいナイスキャッチ。タイピン出ないかもしんない。うん。ナイス。ここ。マジで決めやすい。ここの高さのフォークボールめっちゃ強いんすよ。あー、ちょっと浮いたね。セカンド行って。いや、セカンド行かないか。ペイペイドームがちょっと狭いからね。A ランク狙うとなると 20% の壁にね、挑戦しなきゃいけないんで、ちょっときついものがある。うん。阪神純正、野手組むのはね、これね。あー、待って、ミスったー。ちょっとね、ボール球のフォークボールも使ってあげなきゃダメですね。うん。こんな感じ。そう。声が今日マジでガラガラなんすよね。あー、オッケーナイスバッティングよ、岡本選手。金、土、日と大阪行ってて、まあ、京セラドームまで試合見に行ったり、あとオリックスのですね、球団代表決定戦、プロ決定戦も、解説してきたんで、喉がね、ちょっとね、悲鳴上げてるんすよ。うん。待って、オッケーナイスバッティング。ラインドライブ強いね。オッケー、それでも強い。さすがやん。オッケー、さよならホームラン。勝ち投手、村山実選手。ご視聴ありがとうございました。